女の人、もう死んでる。あやつらの母親であろう。一人じゃなかったんだ。男か。大きなカバンに綺麗な洋服、お金もある。どうしてこんなところにこんなものを。子供たちを捨てて若い男と逃げるつもりだったようだな。そんな。奇跡は起こらず、最悪の真実が待っておったな。あやつらには何という。これは化粧瓶？バラの匂い。これだけでも。お空に登ったよ。君たちのお母さんは別の世界へ旅立ったんだ。嘘つき、信じないもん。母さんは、いいんです、分かってます。教えてください、母さんは好きな人と死ねたんですか。遺体は二つあった。よかった。何？母さんはもう俺たちのことでイライラしたり悩まなくて済むんだ。これでよかったと思います。許せるの？俺は母さんの子供だから。俺の母さんはあの人だけだから。だから。この瓶拾ってきたんだけど。これは母さんの香水だ。母さんの匂いだ。こんなの、くそ、なんで涙が出るんだ。泣いちゃダメだ。こんなところ弟に見られたら、くそ、くそ。